こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の春の定番服、5000というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まだ肌寒い日が続いてるわけなんですが、まあそろそろですね、春服を買いたいという方、少なくないかなと思います。なんだかんだで長い間寒い時期が続いたので、春服ってどんなものがあったかなとか、まあどんなものを今年は着ればいいのかな、このあたりわからない方が多いかなと思うので、今回の動画では、まずは定番的な大人の 春服をですね5つご紹介をしてみたいなと思いますまあ、YouTube の中には様々なファッションコンテンツがありますがやっぱりですね定番的なものよりはトレンド的なものの方が圧倒的に情報量が多いんですねそっちの方がやっぱり服好きの立場としてはついつい紹介したくなってしまうんですねこの辺りは僕の中でも反省があるんですがまあ、この辺りは他の YouTuber さんの方にもお任せしておいて僕自身は定番的なアイテムもしっかりとお伝えしたいなと思っていますので今回の動画 ぜひ皆さん最後までお楽しみいただきたいなと思います。ちなみに定番といってもですね、徐々に変わり続けるもので、今回ご紹介するものは2023年現在において定番的なアイテムということで、確かにベーシックで使いやすくはあるんですが、その中にもサイズ感ですとか、 細かなデザインのバランスだとか、そういったところには少しだけトレンド感も混ざっていますので、決して古臭くなることもないと思いますし、新鮮な感覚で、なおかつハードルが高すぎないようなお洋服が多いかなと思うので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人のダンスに向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからはですね、春の定番アイテムをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、 まず一つ目外せないのは今僕が着てるようなベージュのステンカラーコートですね。これはもう着こなしのベースになるようなアイテムでぜひ皆さん一着は持っておいていただきたいなと思います。春のアウターというとですね、やはり丈がちょっと長くて大人っぽく見えるようなステンカラーコートですね。これベーシックで定番的なアイテムなんですが最近のトレンド感とこのステンカラーコートというのが結構ですね、マッチしているんですね。まあ最近のサイズ感の傾向として としてはタイトな感じよりは少しゆったりめの方がですね。旬な雰囲気かなと思うんですね。もともとこのステンカラーコットというのはタイトな作りではなくて、少しゆとりがあるので。 定番的なアイテムでありつつ、今の空気感とも合っているので、一着買うのであれば、春コートはステンカラーコートで間違いがないかなと思います。まあ、素材的にこのような春コートというと、短い季節しか着れないんじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、結構ですね、2月の後半ぐらいからもう全然着ちゃって大丈夫かなと思いますし、あとは秋にも使えるんですね。そう考えると、意外とこのような定番のステンカラーコート、着れる時期は長いのかなと思います。で、ステンカラーコートというと、ベーシックなカラーとしては、 ネイビーですとかブラックこの辺りが定番かなと思うんですが、もちろんこの辺りも間違いじゃないんですけども、今回の動画の中ではですね、ご紹介するもの全部をそのまま合わせれば、コーディネートが成立するような形にしたかったので、そう考えると、重たいネイビーブラック系ではなくて、春らしいベージュカラーがまず鉄板かなと思ったんですね。 アイテムは定番的で使いやすいんですが、色に関しては少しだけ春の感じだとか、人との違いを出してあげると、おしゃれにも見えやすいかなと思うので、ぜひ春はですね、ベージュのステンカラーコートを皆さんゲットしていただきたいなと思っています。まあいろんなブランドでこのようなステンカラーコートをやっているんですが、僕の中でもう鉄板なのは、グリーンレーベルが毎年春のシーズンにやっている、こちらのステンカラーコートですね。僕が今着ているものはですね、1年前のものなんですが、今もですね、同シリーズが展開 されていましてナイロンオックスラグランステンカラーコートを発水というもですね17600円という価格帯というのはセレクトショップのオリジナの中ではかなり抑えめだと思うんですねそれでいてデザインもベーシックで使いやすいですしサイズ感は今のトレンド感に合わせながらややゆったりしているんですけどもかといって大きすぎないんですねこのあたりのバランス感覚がやはりグリーンレベルの一つの魅力かなと思うんですが非常にですね使い勝手の良い,いコートかなと思いますまあ、ステンカラーコートというと結構ビジネスっぽい イメージもあるんですがこちらは表面にですねちょっとシワ感があるんですねこの凹凸のおかげで程よいカジュアル感も出せますしなおかつ単調な見た目にならないというところがこのコートのすごく魅力かなと思いますでポケット周りもかなり充実しているので結構手ぶらで出かけてもいいぐらいですね収納量は豊富だというところも結構見逃せないポイントかなと思いますこのような着こなしを主役になるようなコートはもちろんユニクロでも買うことができます例えばこちらも去年購入したユニクロ U のステンカー コートなんですがまあ、今シーズンもオーバーサイズ10カラーコートがありますのでそちらの中でちょっとベージュっぽいものがないんですねまあ、グレーが該当するかなと思うんですがそのあたりを着るのもいいかなと思うんですがコートは着こなしの主役になるようなアイテムなので ちょっと背伸びをして買い揃えてあげると全体が高見えするかなと思うのでそのあたりも含めてグリーンレベルのこのコートが色々と見た中でもやっぱり鉄板かなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思いますちなみにこのコートに合わせるコーディネートはもう今着ているこちらですねネタバレすると今の着こなしの中に大体これからご紹介する5点が入っています、まあ、このコーディネート自体は初級から中級のちょっと手前ぐらいまでで使えるようなすごくベーシックで大人の男性には似合いやすいスタイル なのでぜひこのようなスタイリングも含めて覚えておいていただければなというふうに思っています。 はい、続いて2点目の春の定番アイテムなんですが、今僕が着てるような丸首のニットですね。これまた欠かせない大人の定番アイテムなんですが、春っぽいカラーで、なおかつ定番的に使いやすいのはどんな色なのか、僕の中で考えた結果ですね、ちょっと明るめのカラーかなと思ったんですね。このあたりの明るめのカラーは結構ですね、その時のトレンド感に結構左右されるんですが、 ホワイトのようなパキッとした白。このあたりがベースになってくるかなと思うんですが、そこにちょっと色味がですね、ライトグレーに触れたいだとか、ナチュラル系に触れたいだとか、そういったところで、ちょっとずつですね、トレンド感が混ざっていくわけなんですが、まあ、今季はですね、ライトグレー、このあたりの色合いが、割といろんなショップでも取り扱いがあるかなと思います。例えば、ユニクロでもですね、このような 3D ニットですね、こちらのライトグレーなんかは今季すごく良かったなと思いますし、 明るさまあそういった点では、まず手軽に買えるのはユニクロの 3D ニット、こちらのライトグレー、間違いのない選択だと思います。もしくはもうちょっと価格帯を上げたいという方は、セレクトショップのオリジナルですね。僕が今着ているのは、これまた去年のものなんですが、グリーンレーベルの丸首のニットですね。こちらもライトグレーという表記で、今季も似たようなものを展開してました。 今すぐ買えるものだとスビンコードラグランクルーネックニットというものですね。こちらのライトグレーがこちらに近いような立ち位置で使うことができるかなと思います。このようなライトグレー系だと春らしい色合いになって、先ほどご紹介したこういったステンカラーコートですね。ベージュですとかブラウン。あとはですね、ユニクロ U のグレーなんかにも相性がいいので、上半身をやや明るめでまとめるという意味では、 今着てるようなライトグレー系、間違いのない選択かなと思います。もちろんホワイト系でもいいかなと思うので、そのあたりはお手持ちのものがあったら代用していただければなと思います。まあサイズ感としてはビタビタに細いものよりは少しだけゆとりを持たせてあげた方がバランスがいいかなと思います。まあ、ユニコーンニットに関しては基本的にはベーシックなサイズ感なので、ご自身にしっくりくるサイズを着てもらうか、少しだけトレンド感入れたいのであればワンサイズアップでもいいと思います。まあ、グリーンレベルのニットに関しては最初から 少しゆとりが出ていますので皆さんの通常サイズで選んでもらってまず間違いがないかなと思うのでぜひ丸首のニットでホワイトからライトグレーもしくはナチュラルぐらいのカラーですねこのあたりをですねチェックをしていただければなと思っています はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着てるようなシャツですね。これまたですね、春には欠かせないアイテムかなと思います。春の暖かくなった時期であれば、シャツを主役としたような着こなしもできますし、あとはもう少し寒い時には、先ほどご紹介したようなステンカラーコートですね。ベージュのコートを上に羽織れば着こなしが成立するというところで、1枚やるとめちゃくちゃシャツは便利かなと思います。僕はですね、真っ白な無地のシャツって っていうのも好きなんですが単体で着ることも考えるのであれば少しですね柄ですとか色が入ったものの方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思います今僕が着ているものはですね自分のブランドソウのですねストライプのバンドカラーシャツなんですがこのようなストライプ柄というのは春らしい清涼感があってなおかつ着こなしにも程よいアクセントになるのでまあ、使い勝手がめちゃくちゃいいんですねこれまでですね4回ぐらい再販してるんですが結構すぐ売り切れて しまうモデルなのでなかなか在庫が安定しないのでもう一つお勧めするとしたらシップスエニーのですね こちら、スタンダードストライプバンドカラーシャツですね。これがすごく使い勝手がいいかなと思います。襟元は僕が今着てるようなバンドカラーになっていまして、スッキリ目でなおかつ重ね着がしやすくて、ストライプの感じもよりベーシックで使いやすいので、まあ、このような1枚がおすすめかなと思います。ちなみに襟の形はお好みでいいかなと思います。バンドカラーシャツのような襟元がちょっと苦手だなという方は、レギュラーカラーですね。ちょっとちっちゃめの襟のついたものなんかも結構バランスがいいかなと思うので、このあたりは好みで選んでいただきたいなと思います。 と思いますますたストライプがだけではななくくててて例えば昨今多くなってきているのがこのようなブルーののシャツですねこの辺りも清涼感あって爽やかですごく使い勝手がいいので、ストライプなのかもしくは無地なのか、この辺りのシャツが1枚あれば着こなしのバリエーションが広がるかなと思います。まあ、ちなみにですね、この上に先ほどのステンカラーコートを着てみるとどんな見た目になるのかちょっと羽織ってみたいと思います。 はい、ということで、ベージュのステンカラーコートをですね、上に羽織ってみましたが、いかがでしょうかこれまたもう鉄板のスタイルかなと思います。僕自身もこのようなスタイリングは好きなんですが、まあ、ストライプのシャツって単体で見ると結構主張が強く見えるんですが、このように上にコートを着ることで見える分量が減るんですね。まあ、その時にすごく良いアクセントとして効いてくるので、無地のシャツよりも結構ストライプの方が全体のバランスとしては整うのかなと思います。一枚で着ることが多いっていう方は、 は結構無地系が使い勝手がいいかなと思うんですが重ね着も含めていろいろ使いたいのであれば結構ストライプも使いやすいかなと思うのでぜひ、まあ、ですねシャツも1枚ゲットしていただきたいなと思っていますはい続いて4点目はですねボトムスですね先ほどからずっと履いているこちらの ブラックのスマートアンクルパンツユニクロのアイテムですね。これがなんだかんだでですね、使い勝手抜群なのかなと思います。もう原点回帰ですね。もうこちらの動画の中でもいろんなブラック系のパンツをご紹介してきました。スマートアンクルパンツから始まりタックテーパードパンツ。最近ではタックワイドパンツですね。このあたりをご紹介しましたが、定番的に使い勝手がいいのはやっぱりスマートアンクルパンツかなと思います。ブラック系のパンツはですね、比較の動画も作っていますので、 ま、ぜひそちらを見ていただきたいんですが、まあ、特徴としては、もも周りに適度にゆとりはあるんですが、膝から下にかけてはテーパード、裾に向かって徐々に細くなっていくので、足が綺麗に見えるというような利点があります。で、最初から竹の長さも短めになっていますので、裾上げを特にしなくて、そのまま着ることもできるというところが、すごく使い勝手がいいポイントかなと思います。決して今っぽいパンツというわけではないんです。もっとワイド感があった方が、ファッション好きの の方ににととととっってててはは感があいいいいいんんんでですすね僕自身もここれをめちゃくちゃゃくく履履いいるかというとそななよやっぱりファッションが好きになってくるとよりトレンド感の強い方向に行ってしまうんですがなかなかそれが一般的には理解できないことが少なくないんですね一方でスマートアンクルパンツのような太すぎず細すぎないようなバランスというのは多くの方にとって安心感があるような見た目なのでやっぱりこれがベースになってくるのかなと思いますもうユニクロの中では定番的な位置づけ で常にアップデートをされ続けているようなモデルなのでまず間違いのない選択だなと思います色はブラックでセンタープレスが効いている綺麗めなパンツとして今日ご紹介するすべてのアイテムに合ってきますストライプのシャツにも合うしあとはグレー系のニットですねこのあたりもモノトーンでまとめることができてすごく相性がいいですそしてベージュのコートですねこのような上半身を明るめに揃えてボトムスブラックでパキッと引き締めるというのがまずは基本 的ななコーーーディネートのののでで、まあ、皆さんですね改めててベースの1本としてブラック系のこういったスマートアンンクルパンツを持っていただ、きたたいいなと思いますただもうすでに同じようなものを持ってるんだよという方は少しアップデートをするというのもいいかなと思います。そうなると、セレクトショップのオリジナルですね。そのあたりでも結構似たようなものたくさんあって、例えばグリーンレーベルのオルマイージーパンツですね。このあたりだと、シルエットはスマートアンクルパンツよりも少しだけゆとりは出ます。でも、タックテーパードパンツだとか、 この辺りよりは明らかにスマートに見えますので、ちょうど中間ぐらいの立ち位置なんですね。トレンド感をやや強めながらも大人の綺麗さがちゃんとあるようなパンツなので、まあ、アップデートするのであれば、オールマイージーパンツが使いやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもブラック系のスラックス見えするような綺麗なパンツはですね、1本は用意していただければなと思っています。 はい、ついてラスト5点目は足元シューズですね。ベーシックで定番的な靴としてやっぱり皆さんにですね、ご紹介したいのは今持ってるような白レザースニーカーですね。先ほどから履いていたのがこちらですね。 コンバースのオールスタークップというモデルで、以前僕のチャンネルでもご紹介したことがあるので、まあすでに持ってる方、知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、これが定番的な白レザースニーカーになるかなと思います。まあ以前はですね、スタンスミスがやっぱり筆頭として挙げられることが多かったんですが、最近はエコレザーに変わったので、それはそれでいいんですが、やはり大人の着こなしの中には、経年変化も含めてリアルレザーを楽しむというのが、僕は相性が いいかなと思うんですねそういった点でデザインに癖がなくて上品に見えるレザースニーカーはオールスタークップこれが今一番使い勝手がいいのかなと思いますまあ、デザイン的には本当にプレーンで使い勝手はいいんですがただその分ですねちょっとエッジは効いていないので退屈に感じる方もいらっしゃるかなと思うんですねまあ、そんな時には僕が今履いているようなジャーマントレーナーですねちょっとこちらに画像を出したいなと思うんですがまあ、こういったものでややデザインにアクセントを用いると、まあ、どちら カを持っておけば間違いがないかなと思うんですねまあ、価格帯で言うとだいたい1万円から1万5000円ぐらいのところでレザー系のスニーカーを買うといいと思いますまあ、ちなみにこういった似たようなものって結構ですね合皮のもので5000円6000円ぐらいで買えるものもありますあとは GU なんかでもリアルレザースニーカーあったりするんですがまあ、気分とかモチベーションが上がるかどうかもすごく大人の着こなしには大事かなと思うので足元には一定の投資をしても僕はいいかなと思っています ますですのでジャーマントレーナーからオールスタークップこのあたりが一つのベースになってくるかなと思うのでまだお持ちでない方は定番的な手術としてぜひ検討していただければなと思っていますはいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では 大人の春の定番服ベスト5というテーマでお届けをしました。どのアイテムに関してもめちゃくちゃ鮮度が高いような今っぽいアイテムというわけではなくてあるとめちゃくちゃ活用できるようなベースとなるようなお洋服だったかなと思います。復習をするとベージュ系のステンカラーコートがあってその内側に着るものとしてライトグレーの丸首のニット着こなしのちょっと変化を取り入れるとしたらストライプ系のバンドカラーシャツもしくはブルー系のレギュラーカラーシャツとかで いいいかなと思いますで、ボトムスに関しては、もう鉄板で使いやすいのが、 ブラック系のスラックスタイプのパンツですね。ユニコロのスマートアンクルパンツがすごく使い勝手がいいかなと思います。で、足元に関しては白レザースニーカーを履いておけば清潔感があって着こなしもまとまりやすいというところでは、このあたりがまずは着こなしのベースになるかなと思います。ここを整えた上でもうちょっと自分内の個性を出したいだとか、さらに中級者見えさせたいというのであれば、アイテムをちょこちょこと追加していくのがいいかなと思います。このあたりに関しては、 記者からのののステップアッププア動画とととししししててててままたたたた今後出いいいいいききなな思思うので、まあ、是非楽しみにだっす、まあ、冒頭にもちょっと触れましたが、このような定番的で使い勝手のいい服をですね、ご紹介する人ってなかなか多くないかなと思うんですね。まあ、僕らファッション YouTuber はどうしても服が大好きなわけでトレンド感のあるものをどんどんお伝えしたくなってしまうんですね。それは僕自身もそうなんですが、その気持ちを抑えつつ、やっぱり定番的なものをこれからもしっかりとお伝えしながら、その土台の上でですね、 ですねプラスアルファで乗せていくようなトレンド感のあるものもまた別の動画でしっかりとカバーしたいなと思いますのでぜひこれからの動画もお楽しみにしていただければなと思っています。まあ、これからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本についてお伝えしたいなと思ってるんですがもう少し中級者的な内容に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構しっかりめに解説をしています。そちらは基本的な内容というよりは1ファッション好きとしての感覚でセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドだとか あとは専門ブランドまでしっかりとカバーしてますので、まあ、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか普段ですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンも運営をしています。そちらの方では文章と写真ベースで 大体一記事あたり1分ぐらいで読めるような分量でですね、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説なんかをどんどん出しています。僕の方では1日2回ほど記事をアップしていますし、僕以外のスタイリストの方、ファッションの専門家の方も記事を書いています。また参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができるので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。